はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、おはじきバトルカチカチ戦記に勝った回数は25回まで来ました。僕はですね、特殊能力持ちキャラなしでやっています。かなり厳しいです。そろそろ勝てなくなってきた。そしてカチカチ鎖姫に勝った回数は4回ですね。こちらもね、やばい。今回は何としてでもね、12回倒さないとウォッチのパーツが手に入りません。なのでもうここは必須だよね。だからとりあえずはまずはね、このカチカチ鎖姫8回勝利でね、まずはここを目指していくわけなんですけども、まあ最終的にはね、12回倒してウォッチゲットまでもちろん行きたい。今回ウォッチに特殊能力ついてるからね。そしてお助けパワーの方は全てレベル5まで上げました。これはね、早めに上げておくといいと思います。さあ今日はですね、この妖魔義戦場のね、攻略やっていきます。さあまずはジバニャンからいきます。さあここはちょいムズのステージ。好物は与えることができません。つまり仲間にできないと。こんなパーティーでいきます。お待つですね、攻撃力アップする。このステージはね、バフが使えるんで攻撃力アップ1体入れると、まあ攻略がね、楽かなと思います。そしてログボでゲットした土の子ですね、 HP 回復ダブルスキル、ハイパーミッチ、今回隠しステージでゲットすることができます。おすすめです。そして弁慶ですね、こちらも使っていきます。将棋キャラ復活があります、ワンチャンあります。さあそして各地ステージで今回飛来神もゲットすることができます。これね、スキルでね、非常に強力です。さあこんなパーティーでいくぜ。今回ね、この妖魔義戦場がね、難しい、やばいです。しかしここはね、なんとか勝って周回しないとウォッチのパーツがね、集めれないので、ここは乗り切るしかありません。で、特攻キャラあるとね、多分だいぶ楽なんだろうけども、今のところちょっとね、なしでやっています。さあジバニャン復活からのフィーバーさえ入っちゃえば、ここは反撃がないので、あと攻撃力アップが使えるので、とにかくフィーバーに入ってバフが打てれば、まあなんとかなるでしょう。ただ攻撃がね、結構激しいんで、フィーバーインできないとちょっとね、厳しいかなっていうね、気がします。さあお邪魔玉もいやらしいよね。さあ今回のウォッチはね、将棋キャラのステータスが上がるということで、これはもう欲しい。さあ行きましたね、ここは何も落としません。さあ初回クリアでウォッチのパーツ来ました、ベルト来ましたね。さあ次は白州行きます。ここは反撃あります、技ゲージ吸収もあります、激ムズです。種族縛りもあると。こんなパーティーでいきます。竜太使っていきます。大量プニ消し、サイズアップする。そして真珠使っていきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。そして将棋キャラの白虎使っていきます。ボーナス玉を作る。そして将棋キャラの四天童子、こちらも非常に強キャラです。つながりやすくなる。そして将棋キャラの空天ですね、国を整理する。さあこんなパーティーでいきます。ここはね、難しい、激ムズです。なので勇ましっぱでいきます。さあなんとかフィーバーインまでしちゃえば、まあちょっと反撃あるんで厳しいんですけども、まあなんとかなるでしょう。 HP 的にもですね、まあ10万ちょっとということで、まあワンチャンありそうだ。さあ素早くつないで、結構攻撃激しいね。さあフィーバータイム入りました。さあ打っていくぜ。さあ大量組み消しからの、さあそして
フィーバータイム明けにもう一発、これでいったか、いきましたね。さあなんとかですね、白州倒すことができました。やばいです。さあ必殺の秘伝書ゲット、これは嬉しいね。さあ次は義経来ました。反撃、そして必殺技効果無効、種族縛りありの激ムズということで、これはちょっとやばそうです。パーティー変えます。さあエルゼ使っていきます。大量プニ消し、そしてつながりやすくなると、素早くつないでいきます。そして天使マナですね、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。さあそしてメインアタッカーはシュカ使っていきます。こちらは衝撃キャラ、タップでデカプニ周囲を消す非常に強キャラです。そしてハローキティエンマ使っていきます。フィーバーゲージが溜まりやすい。そしてゾディアライア、こちら復活があります、ワンチャンあります。さあ行くぜ義経。ここは仲間にすることができません。これさ、仲間にできるようにしてほしかったよね。ちょっと周回がね、まあ、ただウォッチのパーツ集めだけということで、まあ、あとはねパーツのドロップ率もどれぐらいかっていうのがね非常に気になりますけども、どうなんだろうね、特攻キャラいるのかどうか。さあここもフィーバーインしてしまえば、さあ行きましょうか。さあまずはエルゼで大量繰り消しからの、さあメインアタッカーのシュカいきます。タップでデカプニ、さあデカプニ作っておいて、さあキティちゃんいきます。さあこれで、お、行ったか行ったか、行きましたね。さあ何か落としてほしい。ここは落としません。さあ必殺の秘伝書ゲット、地味に嬉しい。さあいよいよラスボスの邪神カチカチ地獄ムズいきます。封印はゼロです。これおはじきで封印していくパターンか、結構厳しいね。銃で全て封印と。さあここは好物が与えられます。仲間にすることができる、しかし絶品牛乳。さあおっとパワーダウン回、ステータスがやべえぞ、これはちょっとやべえぞ、マジか、ワンパンか、3000超えか、ちょっとこれはどうなの、ほぼ無理ゲーです。さあ攻略のヒント見ていきましょうか。ウォッチに特殊能力がついています。そしてあとは銀将リンネ、吹雪姫ということで、やっぱりリンネいるか、リンネがあれば今回ねイベント結構スムーズに進めそうだ。もしくは両方ね、吹雪姫と欲しいか。ウォッチがさ、このイベントキャラのステータス上げということで、ウォッチ欲しいね。これはちょっとね難易度高めです。今回さあ周回していきます。さあまずはジバニャンのステージから。さあちょっとねパーティー変えました。技ゲージがね溜まった状態でスタートのキャラを使っていけば、まあ高速周回できるんじゃないか。さすがに一発では無理か、強えな。2発3発3発ですね。ダブルゼーターの技レベルマックスでも3発は必要ということで、やっぱり強え。さあ次は白州いきます。さあこっから種族縛りがあるんで結構厳しいんですけども、今回ポカポカが使えるんで、ポカポカがですね結構強キャラあります。で天童さんがねいい感じで技ゲージが溜まった状態でスタート、デカプニ作っておいて、さ
さあそして天童さんで技ゲージを置くためるからのアタッカーで行きましたね。ここは結構高速周回できるんじゃね。しかし何も落としません。ドロップ率かなり低めか、やっぱ特攻キャラいるのか。さあそして義経いきます。ここは一番強い。さあパーティーは先ほどと同じポカポカ染めでいきます。まあ技ゲージ溜まった状態でスタートプラス必殺技がね、技ゲージ多く溜める系でいけば、まあ、フィーバー街でもね必殺技がねすぐに打てるんで、まあ、高速周回できるんじゃないか。さあ対抗棒前回のイベントでゲットしました。三国志キャラ強いよね。さあ三発打ちですね。おっとこれはウォッチのパーツかけらきましたね。結構ドロー率高そう。さあウォッチなんですけども今こんな感じですね。やっぱカバーがね難しい。あとチップだよね。チップとかけら。さあこんなパーティーでやってきました。龍神帝ですね。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。スキルがね技ゲージが溜まった状態でスタートです。 85%。 そしてアタッカーが対抗棒三国志キャラ。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。デカプニが降ってくる。そして天道龍神帝、こちらもね非常に強いキャラです。ポカポカのね強キャラアタッカー。そしているだけなんですけども、ご来光ボーイ、こちらスキルでデカプニが降ってくる。さあそして弁財天ですね。こちらもいるだけなんだけどスキルでポカポカの種族効果アップです。さあそれではおはじきバトルやっていきましょうか。さあ今回僕はですね特攻キャラなしなので、相手がポカポカなので種族相性有利な不思議族染めでやっています。一応僕の持っている不思議族最強パーティートリプルゼータ3体入りでやってます。これでですねそこそこダメージが出ます。まあ今のところはまだ倒せてるけど、ちょっとねやっぱりレベルが上がってくると厳しい。特攻キャラ欲しいね。さあキュービン行くぜ。さあ行きましたね。さあ鎖姫出てこいや。さあこれでダメージが3768行きましたね。さあ獲得ワイポイントは78ポイント。地味に少ないよね。おっと来たぜ。